また遅刻か紫雲。聞いてください先生、これには理由があるんです。黙れ、言い訳は聞かん。どうせ寝坊だろう。え、班長。嘘、班長が遅刻。ありえねえ。一体どうした、何か事件にでも巻き込まれたのか。どんな理由があろうと遅刻は遅刻、そればかりか授業に間に合わせるため廊下を走ってしまい大変申し訳ございません。今日は10分早く家を出たから余裕で間に合うぜ。班長、どこ行くんだ。待っててね、お腹空いてるよね。ごめんね、うちじゃ買ってあげられないから。おいしい？そっか、おいしいか。あっ、やっべ、遅刻さら。班長はまだ来てないのか。まさかまた遅刻？さあな。それでは授業。皆さん、伏せてください。なんだ？授業に間に合わせるため不適切な投稿となってしまい、大変申し訳ございません。